最後に3月3日、旗揚げ記念日大田区大会、内藤哲也対高橋宏夢が決定しました。全7から8試合を予定しております。はい、私から以上です。はい、ありがとうございました。今、はい、お願いがあります。旗揚げ記念大会で内藤さんの持つ IWGP ヘビー級王座に挑戦させてください。よろしくお願いします。なんちゃって、なんちゃってですよ、なんちゃってですよ。会長、旗揚げ記念大会で恒例になりつつある IWGP ヘビー級王者 VS IWGP ジュニアヘビー級王者のスペシャルシングルマッチを壊そうとはしません。だって俺がここで挑戦してしまったら毎年誰かしらが挑戦してしまうんじゃないかみたいなことになってしまうじゃないですか。それは何も面白くない。そこで一つ提案があります。旗揚げ記念大会、内藤哲也 VS 高橋ヒロムで、もし俺が勝った場合、例年 G1 クライマックスで発行される東京ドームメインでの IWGP ヘビー級挑戦権利書を俺にください。今ここで権利書作って、来年のドーム誰がメインに立つのか楽しみましょうよ。いいアイデアじゃないですかこれ。ねえ、勝手なことを失礼しました。よろしくお願いします。帰ります。